訓練が行われたのは苫小牧市のショッピングモールで、男が刃物で客を切りつけた想定で行われました。訓練では警備員や従業員がさすまたを使ったり、ショッピングカートでバリケードを作り、最後は警察官が男を取り押さえました。その後、従業員らはさすまたの使い方を教わりました。道警では今後も定期的に訓練を行うことにしています。